卒業式には卒業生60人や関係者などが出席し、平田浩一校長から卒業証書を受け取りました。安芸高校は1974年に開校し、これまで1万人近くの卒業生を輩出してきましたが、県内の生徒数の減少に伴う県立高校の再編のため、今月末での閉校が決まっています。式では今年卒業する生徒が別れの挨拶を述べました。この卒業式に参加した私たちの誰もが安芸高校の良さを今後の人生の中でふと思い出し、懐かしんでいけることを切に願います。卒業式の後に開かれた閉校式には、これまでの卒業生も出席し、思い出深い学び舎に別れを告げました。